皆さんこんにちは、二代目八神八重子です。さあ始まりました、パチの奇跡。この番組はパチにあやかるだけで運気が上がるのかを実証する番組となっております。そしてミッションはこちら、さあ今日もですね、めっちゃいろいろ何歌おうかなってもう昨日の晩から悩んでたんですけど、皆さんここのパチオさんのブログ見てくださってますか？結構いろいろ面白いこと書いていただいてるので、ぜひぜひご来店の際はチェックしていただきたいなと思います。で、私ももちろん昨日ブログ見てきたんですけど、いろいろすっごい迷って今日は朝一起き時を狙うことにしました。さあ今日は、今日こそはしっかり勝ちたいと思います。そして今回の舞台もこちら、パシオ多摩店さんです。さあ今日こそしっかり勝利目指して頑張っていきたいと思います。それでは実践スタートです。くじ引きですね。おはようございます。1、あ、ごめんなさい、1か8、えい、15番でした。うん、おきどき、おきどきえ、おきどきいいですか？お願いします。ドキドキ。あ、ハチがありました。とりあえず朝一おきどき狙います。さあそれでは朝一おきどき、なんと338番台が取れました。ということで早くもミッション1個クリアです。今日はこの勢いでどんどんミッションの方をクリアしていきたいと思います。それでは実践スタートです。さっきお客さんから聞いたんですけど、ここの置き時はリセットが効いてるらしいです。早速同じコースの置き時からも1回転で当たってる人がおるから、いいですね。あ、また当たった、隣の人。あ、ドキドキしますね、おきどきだけに。さっきね、でもあれ、お客様の台当たりますようにって触ったら、そこをピカッてしてはったんで、今日はこのゴッドハンドを生かして当たりたいと思います。あと今日なんといってもクリスマスなんで、クリスマスイブなんで、パシオさんからのクリスマスプレゼントをいただけるんちゃうかなと思って期待してます。
んねん。次に期待しましょう。さあ、それではここでミッションも2個達成したので移動の方もしたいと思います。この朝一早々すごい皆さんメダル持ってたりで盛り上がってて、どれにどうしようかすごい悩むんですけど、朝お客さんがバーチョー3って言ってはったんですよ。なので私もバーチョー3に行こうかなと思います。さあ、それでは朝お客さんがバーチョー3狙ってるって言ってたので私も真似をして番長3にしました。まつり8がなかったんで314万台になってるんですけど、しっかり勝利させていただきたいと思います。頑張ります。まあね、お客さんが差し入れで頑張ってくださいってジュースくれたんですけど、私ミルクティーめちゃくちゃ好きなんですけど、なんで知ってるんやろ、偶然。バンジョースリー初めて打ちます。カラバンは打ったことあるんですけど、ベルベル、でもジングルベルとジングルベルとベル、クリスマスプレゼント、ほらやっぱベルの噂したらベルが出てきてくれる。お、
いで。以外
こと。ドキドキ。落ちやがれ。でもちょっとだけ下じゃない1杯ぐらいは増えた。しまった。Thank you.
感じ。あ、あ、これ、あー、わかんない、かわいい、うわー、マジか、よし、ありがとう。振動術も出てたんですよ。しかも見てください、羨ましい。1、2、3、4、5、6、7箱、さあもう溢れ出そうなメダルが7箱プラス、なんとまだまだマドリッドタイムが継続中、羨ましいですね。さすがファシオタマスセンターのキッザコーナーは朝一から、もう今お昼過ぎ、夕方前なんですけど、目つづみもしっかり出していただいてて、かなりの盛り上がりとなっておりました。そして同じく当店で人気なのがこちら、神々コーナー。今ジストップ中の、あ、あ、おお、やばい、やばい、すごいところで壊しましたね。イエーイ。偶然にもゴッド揃いの場面に行って壊しました。おめでとうございます。しっかり皆様ボードゲーム突入していただいていますし、さらにハーデスコーナーからも別組発見しました。おめでとうございます。なんと私が朝一売ってたおきどき338万台山盛りメダル2箱出てます。さあ、そして当店の信頼といえばこちら、待望のケージシリーズからの最新作 CRC 花のケージ2。おお、すごい、見てください、このコース端からはみ出るドル箱の数。そして今まさに大当たり獲得していただきました。グラフも右肩上がりでお楽しみいただいております。すごい、パチンココーナーもおめでとうございます。スロットコーナーに負けずしっかりと盛り上がっていただいているのではないでしょうか。さあ、ここで台の方が決まりました。じゃん、イミソーレです。ファシオタマツさん、イミソーレが全部で12台設置ってなってるんで、力入ってるんじゃないかなと思って期待を込めて姿勢の方はさせていただきたいと思います。それでは頑張ります。
気持ちいい。当たりたいな。あー2000円じゃ当たらんか。2000円以内に当たってくれれば嬉しかったな。振り返ってお願い。ラスト4枚。ここで人生の方が終了となります。結果は後ほど。さあ、ここで実践の方が終了となりました。お疲れ様です。で、ごめんなさい、またまたミッションクリアならずでした。申し訳ないです。今日は2個しかクリアできてないんで過去最低ですね。本当に申し訳ないです。で、次回は絶対、毎回ちょっと言っちゃってるんですけど、次こそはしっかりミッションの方もクリアして豪華商品をプレゼントさせていただきたいと思います。で、実践の方なんですけど、結果はちょっとマイナスになってしまったんですが、初めて番長3を打たせていただいてめちゃくちゃ面白いですね。とっても楽しかった実践となりました。はい、そして店内の方も見させていただいたんですけど、朝からしっかり定番機種、人気機種はもちろんなんですが、バラエティコーナーもしっかり盛り上がっていて、別組もね、すごいことになっておりました。ぜひですね、皆様ご来店の際は当店パシオタマス店さんのブログの方もしっかりチェックしていただいて、朝一から一緒に並んでいただいて、いい台をゲットしていただけたらなと思います。さあ、それではミッションの方はクリアに ならなかったんですけど、ご応募いただいた8名様にクオカードのプレゼントの方をさせていただきたいと思います。それでは早速発表します。兵庫県神戸市お住まいの中村様、おめでとうございます。兵庫県神戸市お住まいの中野様、おめでとうございます。以上、8名様にクオカードをプレゼントさせていただきます。ご応募ありがとうございました。で、こちらのクオカードの応募、そして豪華商品の応募は常に応募しておりますので、ぜひどしどしご応募ください。お待ちしてます。はい、そして次回の収録が1月の8日8日となっておりますので、ぜひ1月の8日もしっかり盛り上がっていきたいし、ミッションの方もしっかりクリアさせていただきたいと思います。それでは1月の8日またお会いいたしましょう。バイバイ。